去年と変わらず、結構風がやっぱ強いなっていうふうに感じたのと、グリーンがやっぱ高麗なので、グリーンがやっぱ難しいのかなっていうふうに感じました。本当に全ホール気抜けないっていうか、そのグリーン自体がやっぱり難しいので、パッティング、チャンスについてもそのパッティングが結構難しいのかなっていうふうに、感じました。今年も、しっかり、自分のゴルフをして、少しでも 上位で戦えたらいいかなっていうふうに思います。